はい、おはようございます。ちな芸人金城会やしです。おはようございます。はい、お久しぶりです。はい。ということでね、今日ですね、日ハムとの、オープン戦ございました。はい、結局、結果がですね、1対0で、負けということですね。はい。まあ、オープン戦ということもあってね、まあ結構積極的な部分は見られたんですけども、大体相手の、守備に阻まれてたなっていうなんかこう試合でしたね。はい。まあ早速振り返りですね。はい。まず先発がですね、ライアン小川でしたね。小川選手。はい。3回、無四球無安打無失点。いや、めちゃくちゃいいんじゃないですか。もうとにかくね、テンポが良かったです。もうポン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 ストライク取れるし。で、ストライクからね、こう、ボール球になるように、ね、沈む、あれ、チェンジアップかフォークかちょっとわかんないんですけど、あれがめちゃくちゃね、有効的に効いてて、ライアンはさすがだな、というか、今日本当にめちゃくちゃ調子良かったと思います。はい。ナイスピッチング、ライアン。はい。で、次投げたのがね、金久ボーボボ。はい、金久ボーボボが、3回、無四球無安打無失点。はい、ナイスピッチング。はい。まあね、ライアンと同じように、一人のランナーも許さずではないか。あ、ですね。はい。ライアンはあれですね、村上くんの悪送球で一人ランナーを許しましたけども。はい。金久保くんは、ランナー一人も許しませんでしたね。はい。金久保くん、そうですね、ストレート自体はね、140の中盤から後半、ぐらいまではね、出てて、まあなんかこの時期にしては、もう早速仕上がってんなと。いいスピード出てんなと思ったんですけど、ちょっとストレートね、球が、僕はちょっと若干甘いかなと。質はいいんですよ。質はいいんですけど、ちょっとだけ、甘いとこポンポンいくなっていうイメージが、ちょっと今ね、見ててありましたね。質がいいんで、まあ、空振りとかは取れるんですけどっていう。そこはちょっと気になりましたね。はい。で、あと変化球も全体的に、制球もうちょいね、良くなれば、っていう感じですね。はい。でもまあね、この最近の練習試合とかで投げてて、金久保くんね、結構打たれてたんで心配だったんですけど、はい。まあ今日はね、結構いいなと。はい。いうことで、ちょっとプラスに、はい。なりました。僕の中の印象が。はい。で、あれですね、その次投げたのが高梨投手ね。はい。高梨投手が、2回、1四球1安打1失点ということでね、先頭にフォアボール出しちゃったんですよね。先頭フォアボールってね、やっぱね、流れがね、変わるんだなというか、で、その出たランナーがね、盗塁も決めて、で、三塁までバントで行ったんかな、三塁に、で行って、相手の、まあ、ポテンヒットでタイムリーとなって、1点を、決勝点ですね、決勝点となる1点を、与えてしまうと。本当にね、ヒット自体はね、ヤクルトの方がね、8安打も打ってて、めちゃくちゃ押してる感じはしたんすけど、1点だけで負けてしまうという、もう本当野球はね、もうわからんスポーツですわ。押してるように思いきや、ワンチャンスをものにしたとこが勝つっていう。って感じでしたね。また高梨投手はでもまあ、先頭フォアボールは出してしまいましたけども、その後の、ね、バッターは、まあ、抑えてたんで、はい。で、制球がね、まあ、最初ちょっとね、またなんか立ち上がり悪い高梨投手ちょっと出てんなと思ったんですけど、だんだんまとまってきましたね。はい。まあ、高梨投手はね、立ち上がりに関しては、もう去年もね、ちょこちょこありましたけども、立ち上がりが球が浮きまくって、通打されたりとか、で、よかった。だんだん修正してって、5回、6回、球数要しながらも3失点ぐらいで抑えるみたいな、ピッチングスタイルなので、まあ、こんな感じなのかな、と、はい、思いました。はい。まあでも、内容は、はい、よかった方だと思います。はい。まあちょっとアンラッキーもありましたしね、いろいろ。はい。っていう感じでした。はい。まあピッチャー陣は1失点ということで、良いと思います。はい。この前の練習試合かな、オープン戦か、楽天戦でね、ノーヒットノーラン系投でやったように、なんか投手陣はすごい仕上がってきてんのかなと、はい、思います。はい。投手陣の皆さんお疲れ様でした。はい。はい、ということで次、野手ですね。はい。そうですね、先発野手は、まあ、ヒットは打ててるなというか、はい。まず、塩見選手はね、初回に1打席目で早速ね、レフト前を打って、ああ、塩見だなと。
うん、塩見選手大好きですから、わあこれこれっていう、うん、切り込み隊長、うん、はい、でその後そうですね、山田選手も右打ちで、うん、ライト前打ちましたし、はい、で3回ですね、3回にはね、青木選手にも、ヒットね、センター前出ましたし、はい、なんかこうみんなね、まんべんなく打ってるなって感じはしますね。うん、赤羽くん、はい、今日スタメン名を連ねてましたけど、赤羽選手もセンター前打ちましたね。あれうまかったっすよ、先発相手の加藤投手が左投げで、うん、スローカーブをね最後投げてきたんですけど、しっかりこうグッて我慢してポッて打ったんで、うん、あ、こういうちょっとこう我慢できるんだなというか、うん、ちょっとね、あ、技術あるなって思いました。はい、で基本個人的に赤羽選手ね、ちょっと浜田くんにねバッティングフォーム似てるんで、僕浜田くん超好きなんで、うん、ちょっとね気になりますね赤羽選手ちょっといいっすね。うん、まあこのまま多分支配下でしょう。うん、さ、出た試合ね最近よく打ってるみたいですし、うん、多分このまま試合かなと思います。はい、で4回ね、4回にはねセンター前、村上選手がセンター前、うん、しっかり打って、でその後サンタナ選手もライト前で続いてね、ノーアウト1、2塁っていうね絶好のチャンスあったんですけど、はい、その後のムーチョがねバント、うん、1塁にねしっかり転がしてはいたんですけども、相手のね1塁手渡辺選手がもう猛チャージで突っ込んできてね、3塁に投げてねバントさせないっていう、うん、バント失敗というね、まああれはしょうがないのかな。別に転がしたとこ悪くもないし、まああれは相手の守備はすごかったな。はい、でその後ねオスナ選手がセンターフライ打つんですけど、ダイソーで入ってた内山くんが2塁から3塁にねタッチアップで行こうとするんですけど、もう見事なもうバチボコ、もうジャストな本当に最高な中継プレーが完成してしまって、三塁でアウトとか、うん、だからそうですね、ヤクルトは今日なんかこう塁には出るんですけども、なんか進めれねえよなっていう、うん、まあそうですね、赤羽選手ヒット打った後ね牽制されてね刺されましたし、うん、でムーチョバント失敗でオスナ選手フライカーの内山くんがね三塁踏むしというか、うん、もありましたし、で6回にはね丸山選手が山田選手をダイソーで出ましたけども、盗塁でアウト。なかなかね、うまくいかないか。で7回にはね荒木選手がねヒット、おー荒木選手打ったやんレフト前で、日ハムのねシフトがちょっとこうなんて言うんでしょう、外野全体がこう、ちょっとこう右に寄るというか、うん、の状態だったんで、うん、積極果敢にね、二塁狙うんですけども、送球がまた二塁にね、めちゃくちゃいいのがいってアウトと、いうのでね、なんかこう、塁には出すんだけども、なかなかね、まあオープン戦なんでね、こう積極的な走塁とか盗塁とか、いろいろね、仕掛けるのはね、いいことだと思うんですけども、うん、今日はちょっと、うん、まあ、ミスというか、まあ、日ハムさんの守備がかなり良かったと、言った方がいいんですかね、これはね。まあまあまあ、でもチャレンジしたことは良かったと思います。はい。まあ、うん、三塁は踏めなかったですね、ただ。はい。っていう感じでしたね。まあ、ヤクルトがこうやってね、ランナー進めれないうちに、日ハムさんはワンチャンスをしっかりものにして、勝ったと、日ハムさんが。はい。っていう試合でした。まあ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 、オープン戦なんで、まあ、いいとこもいっぱい見れましたしね。投手陣が、しっかり抑えたっていう、まあ、1失点ですけども、まあ、抑えましたしね。で、バッター陣もね、スタメン陣、スタメンの野手陣はもうみんなね、調子良さそうだし。で、こう、若手の、赤羽選手とか、あと誰だったっけ、でした長岡くんね。長岡くん最後はね、ライト前打ってましたね。とか、まあ、若手もちょこちょこ、いい感じで見れると。出てきてるような気がするので、はい。楽しみでございます。はい。ということで、今日の動画はじゃあ以上にしたいと思います。はい。まあ、オープン戦明日もあるんかな、日ハム戦。また楽しみにしましょう。はい。ということで今日の動画以上にしたいと思います。よかったら、高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。はい、よっしゃ。